皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのゾシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の36日目です。では問題を見ていきましょう。サイコロを投げ、奇数が出たらプラス2点、偶数ならマイナス3点とします。サイコロを6回振り、奇数が4回、偶数が2回出た時の得点を求めましょう。こういう問題です。奇数はプラス2点、これが4回出たんですね。偶数マイナス3点が2回出たということで、まず奇数の合計点プラス2、これを4回ですからかける4、足す、次は偶数が2回出ていますからマイナス3かける2と、こういう計算しますね。プラス2かける4でプラス8、そしてマイナス3かける2でプラスのマイナス6と、そうすると8引く6ですから2となって、答えは2点、このように求めることができます。括弧2番、次の計算をしましょう。丸1、3引く7引く2足す4、こういう問題ですね。まず正の項を前に持ってきましょう。3足す4、そして負の項マイナス7引く2ですね。正の項を計算すると3足す4で7、負の項は7と2を出して9ですから引く9、こうなって正の項と負の項を比べると、負の項が大きいので負の符号がついてマイナスをつけて、数字は9引く7をやるので2と、答えはマイナス2と、このように計算できます。丸2番です。マイナス3括弧の2乗割る、マイナス6という計算ですね。括弧の外の2乗ですから、このマイナス3括弧の2乗というのはマイナス3かけるマイナス3ということなので、プラスの9になりますね。で9、次の割り算を掛け算に直すと逆数になって、9かけるマイナス6分の1、こうなります。約分をします。こうなるのでマイナス2分の3と、これが答えです。括弧3番、数直線上の点 ABCD の表す数を求めましょう。ここに数直線がありますね。で、原点0がここにあって、プラス側がプラス1、プラス2、プラス3、プラス4、プラス5と、こう並んでいます。同じようにマイナス側も並んでいますね。 A はここの部分ですね。負の方でマイナス1、マイナス2となるので、 A はマイナス2と、こうなります。 B はこちらですね、正の数ですね。原点より右側にあるので正の数で、プラス1、プラス2、プラス3となるので B はプラス3、こうなりますね。 C はここにあります。マイナス5から数えるとマイナス5、マイナス6、マイナス7となるので C はマイナス7、こういうことになります。 D はすぐ0の横ですね。これ右側にあるので正の数ということでプラス1、このように、それぞれの数が分かりました。括弧4番です。次の計算をしましょうと。丸1、10かけるマイナス3割るマイナス5と、掛け算と割り算が混じっている式、ここでは全て掛け算に直して計算していきます。10かけるマイナス3かけるを逆数にしてマイナス5分の1ですね。10とこの分母の5ですね、マイナス5分の1の5、ここを約分します。そうすると答えは、これ負の数が2つ入っているので答え正の数になりますね。正の数になってここ1になったので2、3が6と、
答えは6ということです。括弧5番、分配法則を利用して計算しましょうと、こういう問題ですね。丸1、21かける括弧マイナス3分の1足す7分の1括弧ですね。分配法則というのは括弧の外側にある部分、この場合は21ですけど、これを順番にこのようにかけていく、そして計算するという法則です。ですから21かけるマイナス3分の1足す21かける7分の1と、これ分配法則で計算してるんですね。でここで約分をします。21と3を約分すると7と1になりますね。21かける7分の1、約分をすると21が3、7は1になります。と、マイナス7足す3となります。とマイナスの方の項が大きいので答えは負の符号マイナスがついて、数字は引き算、7-3をやると4ですから、マイナス4、これが答えということです。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。